はい、今月の2冊目、はい、キャロル・オコンネル生贄の木、はい、マロリじゃなくてマロリ、まあ、マロリですね、はい、草原推理文庫です。はい、キャシー・マロリーというニューヨークのですね、警察、巡査部長刑事をですね主人公にしたシリーズのこれが、第10弾かな。あ、もうそんなになる、もうそんなになりましたね。長いものです。氷の天使っていうの第1弾が出て、うん、まあ、最初に出たのはあのマロリーの信託という名前であの出たんですけども、竹書房、竹書房ですね。あれ94年だったから、あれから数えてもう24年。あ、そんなになりますか。早いね。まああのマロリーがね本当に評価され始めたのは2001年にあの向井夏子さんによる新訳が草原推理文庫にマロリーの信託を恋の天使と改題してから、うん、ここからのなんですけどね、うん、それから数えてももう18年目 で、 そ、 うです。で、まあ、その間に10作シリーズが訳され、まあ、それに先立つものとしてはあの、プレーとしてですね、あの皆さん大好きあのキャロル・オコンネルなこの一冊というふうに好きな方もいるクリスマスに少女は帰るがあって、はい、そこからあのマウリのシリーズの復刊を経て人気が出て、で一旦はあの中断してしまってあのシリーズなんですが、魔術師の夜でですね、中断したんですが、その後あの愛おしい骨というまた単独冊、うん、これがあのこのミスの1位となって、また再びマロリーのシリーズが再開し、そして再開したシリーズもこれで10作目となりましたと。まあ最初にあの言っておくと、10作目のシリーズ紹介されても読めるかっていう意見はご意見はあるかと思いますけど、これに関してはですね、もう作者本人の言葉を引いてくると、私のシリーズっていうのはあのどの作品から順番を無視して読んでもらっても前の小説のプロットは絶対崩れない作りにしていると。でこれはですね、あの早川書房から出ているヒーローの作り方っていう、ミステリー作家に自作のヒーローをどのようにして造形したかってことを中心に語ってもらったあの MWA の、クリティックあの評論賞かなを取ったあのハードコバーの本が、その中で語ってるんですけど、まさにその通りですね。確かにあのキャロル・オコンネルのこの氷の天使と呼ばれる、社会描写でもある24歳の女性、元ストリートチルドレンで、まあ、共感能力、人には共感能力ではなくて、あの機械を相手にしている時が一番生き生きとして、犯罪者に対して全く情け容赦がない、この金髪碧眼の、美女、キャシー・マロリーがですね、確かにシリーズ性はあって、彼女の あの生い立ちとかですね、母親、もしあとその後父親がどういうあの人だったのかっていう謎もあるんですが、まあ、うまいのはですね、今回10段目であの9冊目のですね、ルート66っていう去年出た作品で父親の話についてもついに明かされるんですが、そのことを受けている10段目なんだけども、そこのところ の、 あのネタはを全く割ってないんですね。うん、ちょっと上手いですよね、この人。この人ね、いつも上手いなと思うのは、だけど何かがあったってことはもう分かるわけで、これはどうもその後ですね、また何かをして、実は3ヶ月間マロリーがですね、全米各地をあっちこっち行ってて行方知れずになっててですね、あのフラッといなくなって、誰にも何も上司にも何も言わずに言わなくなって、3ヶ月経ってあのシャーシャーと帰ってきてですね、また普通にあの勤務できると思って帰ってきたら、あの上司からですね謹慎を下って、とりあえず デスクワークに従事させて腐っているというところか、まあそういう状態のマロリーなわけですが、今回あの最初、どういうシーンで始まるかというとですね、セントラルパーク、ニューヨークのセントラルパークでですね、いきなりあの叫び声がするから始まってくると、犬は吠えるわですね、サイレンは鳴ってるわですね、大変な状態になってて、まあ何が起こってるのかなというのをですね、この英才幼稚園かな、英才児を育てるための幼稚園の、隣のニュージャージーから遠足にやって引率してきたですね、まあちょっとは、まあ、スノップなですね、このおばあさんがですね、何かしらと思うシーンから始まるわけですね。でこれはもうすぐに分かるんですけども、大量のネズミがですね襲ってくるわけ、嫌な話だなうわーっと思ってるとですね、ネズミがわーってもう
うららかなですね、よく生えたセントラルパークで、あの日向ぼっことかですね、いろいろあのバカンスとか楽しんでた人たちがですね、みんなですねスタンピード状態になって逃げてくるんですね。それは後ろからね、もう猫ぐらいあるようなでっかいドブネズミが追っかけてくるんですよ。それは怖いわ。で、一体何が起こったんだったら、この都会のど真ん中で、しかもこの公園でって、うん、建物とか地下道、ニューヨークの地下迷宮だったらともかくね、セントラルパークにネズミなんているのかっていうシーンから始まってですね、うん、でしかも、どうもです、そのシーンについて今度またシーンが変わるとですね、このキャシー・マロリーにはですね、彼女を支えてくれる、友人として、チャールズ・バトラーという巨漢 の、 シラノル・ベリジュラックみたいなですね、大男の非常に純粋な、天才がいるわけですが、彼のですね家をですね掃除している、中南米からやってきたミセス・オルテガというですね家政婦の掃除にかけては一加減あるおばさんがいるんですが、彼女がまた今日も通勤するためにですねセントラルパークの横を通っているとですね、中でこうどう見ても変質者と思われる男がいて、その変質者がですね、子供たちを、ね、じーっと見ていると、であいつは絶対悪いやつに違いないと思って近づいていくと、案の定ですね一人のですね、女の子、10歳ぐらいに見えたあの女の子がですね、狙ってるようなっていうんでですね、その子に襲いかかる前に彼女がですね、いつも持ち歩いている愛用のバットをですね、まあなんで持ち歩いているかっても面白いんだけどね、これ確か父親の肩みたいなのかでですね、フルスイングしてその男を叩きのめすんですね。もう何も根拠も何もっていうことになるんだけど、彼女の目はごまかせなくて、本当にね叩きのめしたそいつ本当にね変質やったんですよ。しかも指名手配されてフロリダからなんか出すなんかね出すなんか保釈中なのにか脱走してる、なんかそういう男で、実は私の目に狂いはなかったってことで助ける。でその助けた女の子がですね、ココと言うですね名前の女の子です、ね、アイランドのですねピクシー、小妖精みたいなですね、満面の笑顔をたたえていて、こう一つの触れ合いを求めてですね、誰にでもこう純真近寄っていってはね、ハグを求めるような、だからすごい無警戒なんで、その変質者にも近寄ろうとしてしまうところを危うくオルテガに助けられるというところからっていうですね、セントラルパーク内の2つの事件で幕が上がると、そしてこのオルテガのですね、ミセスオルテガの要請、強い要請を受けてですね、マロリーと、相棒の中年 の、 刑事ライカーという、これ、まあ、非常にいぶし銀のような男がいるわけですが、この2人のコンビがですね、この消えてしまったココ助けた後にですね、ふっとまた姿が見えなくなっちゃう。で、まあ、お手がですね、あんなところにいるなんてね、絶対親からはぐれた子に違いないし、保護しなきゃいけないと言って、探しに行くように、マロリーの上司に訴えてですね、ね、まあ、上司も、まあ、謹慎期間中だからダメだとか言うんだけども、そこをですね、なんとかですね、こう、いろいろ、時伏せというかですね、もういろんなことをしてですね、まあ、結果的に2人で探しに行くと。そうすると、まあ、マロリーとライカー、まあ、セントラルパーク内の中になんですね、見つけるんですよ、彼女を。で、彼女を見つけるとですね、彼女が T シャツにですね、血の飛び散った跡があると。で、なんだろうっていう話をしていくと、どうも彼女の話を聞いていくと、もうレッドおじさんっていう人と一緒に暮らしてたんだけども、ある時レッドおじさんがですね、数日前にですね、何者かがレッドおじさんと一緒に外に出ていっちゃって、レッドおじさん帰ってこない。でレッドおじさん後をつけていったら、レッドおじさんはね、木になったんだよという、木になったという、何のことかで、これはきっと彼女なり の、 比喩であってっていうふうにして、このパーク内のランブルと呼ばれている、かつては軽犯罪者、麻薬中毒者なんかのたまり場だった、まあ、今はかなりバードウォッチャーなんかも言えるような安心できるところになったらしいんですが、そこに行ってこの辺だって言われていくとですね、そこで木の枝からですね、袋に詰められて吊るされている何かがあると。下ろしてみると中に瀕死の男がいると。レッドおじさんだと。まあ、木になったってこういうことだったのか。っていうとですね、そこをたまたま見ていたフリーのですね、カメラマン、がですね、実はって言ってやってきてですね、それでまた探していくとですね、今度はまた別のところですね、袋の中が見つかる。で、それを下ろしてみると、中から損壊激しい女性の遺体が出てくる。おお、すごいすごい。2つ見つかってしまった。で、
まあその後ですね、物語進んでいくとですね、またあの今度は袋の中でもがいている女性の描写があると、一体何人吊るされてるんだというふうになってくるわけですが、まあ一人はもう意識もなくて死にそうであると、もう一人はもう完全に死んでネズミに、まあ損壊が激しくて死体の身元も確認できないという中で、一体これは何が起こってんだろうって捜査していくうちにですね、まあ最初の話からは想像もつかないような展開が起きていくわけなんですが、まあそこにはニューヨーク市警内部ではですね、権力闘争と、あとまあ今までのお婚礼の話でもたびたび出てきた、あの現代ニューヨークで依然として大きな力を持っている、もういつぐらいかいるんだろうと、アメリカにですね移住してきた頃からいるんじゃないかと言われるような大富豪のすごい名門の一族が出てくることが彼女の説でよくあるんですけども、今回もあの名門一族 の隠されたスキャンダルとかそういった問題が複雑に絡んできて、いくつそこでサブストーリーがあるんだろうっていうふうに読み進めていくとですね、こっちとこっちがつながってって、これ意外なところにに手がかりがあり、また意外な局面を見せてくるという、非常に本格ミステリー好きに訴えるところっていうのがあるシリーズの中でもなかなか今回もひねったストーリーでして、でこのストーリー、章が変わるごとにですね、今回面白いのは冒頭にですね10歳ぐらいの子供のですね、語りが数行ずつ入ってですね、このアーネスト・ナドラー、まあ、そもそも第一章から入ってるんですけども、このアーネスト・ナドラーという少年がですね、どうもこの学校に通っていて、どうやら彼がですね、いろんなこのなんかいじめにあってるらしいっていうことが読んでるうちに分かってくる、これが数行ずつ語られている、このアーネスト・ナドラーっていうのはそもそも誰なんだっていう話、そしてこれはここに聞かれたのは一体いつの話なんだと、そしてこれは一体引用されているのか語っているのか、そもそもなんで冒頭に置かれるのかっていうところがですね、牽引力になって読んでいくと、まあ、あそこにつながるのかという意外なところまでできてですね、まあ、いつもながらタイムの作品ではありますけれども、自由に分に楽しませてもらいました。この生贄の木っていうのも、現代がですね、そうそう、実は木は出てこないんですが、現代はですね、ザ・チョークガール、チョークガールって地面にこのチョークでこう絵を描いたりお絵描きしたりするんです、チョークで描かれた女の子なんですね。なるほど。と言ってもですね、これは子供の落書きっていうか、というかですね、のような遊びではなくて、結局学校で落ちて死んでしまった女の子がこのチョークで描かれて、それが毎年、その彼女の命日になるとそこにチョークで描かれる。そんなのがあるんですね。そうなんです。で、その話自体はこのナドラ君の語りの中に出てくるんだけど、それもこの一体本筋の今の話に何が関係あるのか、現代のね、チョークガールの意味が分かるのはものすごく後になってからです。いつもながらそういうふうな、なんていうんですかね、その冒頭からの持っていかれるうまいですね。うまいんだよね。だ本当に絶妙な小説の語り手ですよね。そう思いますわ。でね、今回この3人の吊るされた人間について私実は故意にですね、彼らの身元について一言も話をしてないんですが、なぜかっていうとですね、この小説600ページ以上あるんだけれども、この3人の身元が分かるのって180ページに出るんですよ。まあ、3分の1までは語っていいのかっていう原則に従えば確かに3分の1なんだけど、でも180ページいってね、分かるような話っていうのをやっぱり明かすのは、どうかなとも思うのですと、僕自身はそういった情報を一切入れないで読んでって、これがフックになって、これ誰なんだって楽しめたんで、あえて明かしませんでした。というわけで、できたら帯も内容紹介も解説も一切読まないで読んでください。それは大事ですね。180ページでしょ。短い小説ならね、結構半分ぐらいもいっちゃうぐらいなんですよね。そう、確かにね、この小説長いからギリギリ許容範囲なのかなと思うけれども、やっぱりでも知らない方がね楽しいよ。僕はねやっぱりね、4分の1もねぐらいなんですよね、いつも自分の判断するのはね、3分の1もね、割とね起承転結でいうと割と踏み込んだことを書いてある可能性があるんですよね。だから割と自分ではかなり甘く見て4分の1という考え方をしてるんですけど、結局この起
から3人吊るされてるってことでさ、しかもそのうちの1人は死んでて、うん、もう1人はもがいてて、うん、もう1人は生きてるけども瀕死の状態ってなってくると、うん、まずまあミステリー読んでて頭に浮かぶのはミッシングリンクっていう、うん、そうですね、連続殺人なのか、連続殺人なのか、どういうつながりがあるのか、無差別なのか、うん、サイコキラーなのか、うん、なんか隠れた時があるのかと思うじゃないですか。その行為自体が、ね、意味が分かんないってことですよね。そこを探っていく楽しみっていうものがあるので、やっぱり私はここは あえて、うん、身元は知らないで読んだ方が面白いと思います、うんうん、あとやっぱりすごい気になるのは、まあ、ニューヨークを舞台した犯罪小説って、そのセントラルパークの犯罪小説ってあるじゃないですか、はい、系譜のようにあるんですけど、まあ、今アメリカにあったのは今調べてたのは子供たちによるですね、あマスチャーズっていうのね、はいはい、まあ、もっ とセントラルパークが武装だった時代に、うん、そうだね、犯罪者の巣窟になってたんですね、セントラルパークが、なんとか地位猛烈の場所のように書かれていたですね、はい、その辺 そのセントラルパークものとしての展開もすぐちょっと知りたいところだと思うんですよ。そうですね、そうそう、今回ね、一つこれは特筆して言っていいと思うんですけども、このココっていう、少女、謎めいた少女自体が、かつてのマロリー自身がニューヨークでの、孤児だったわけですね、まあ、マロリーが孤児だった時代っていうのは、まあ、5歳から、実際10歳ぐらいなんで、しかもマロリーはかなり狡猾な人間なんで、もう非常に生き残る術を心得たわけですけど、ココはもう純粋無垢で人を疑うとかそういうことがないから、ほっといたら絶対生き残れない、うん、でそんな彼女に対してマロリーがですね、この氷の天使と呼ばれたマロリーがですね、愛情めいたものを示すんです。それベタついた愛情じゃなくて彼女としての、示し方なんだけども、そこにちょっと人間らしさがね見えるところっていうのは非常に面白くて、ただそこはそれマロリーのことなんで、彼女をそれをに対して接するのにはもう一つ当然実技的なものがあって、この殺人というか火に吊るした事件の目撃者として何か重要な証言をしてくれるに違いないというものがあるわけですよ。だから彼女は手を尽くしてこのいろいろと比喩を多用する、非常にこの今後ね、ウィリアムズ症候群っていうのがなんです、だから大変知能も高くて、8歳の子供にしてはね、あれ、ちょっと類を見ないぐらいの、ね、語彙力を誇ったりするわけです、で彼女自身のその中から、証言を引き出したいっていうマロリーがいる一方で、チャールズか、かつ自分も天才児で、超天才の IQ の持ち主で孤独な少年時代を過ごしてきたこの天才はですね、そんなマロリーのやり方にどうしても納得できないわけですね、彼はマロリーを愛してはいるけれどもどうしても反発してしまって、そこでチャールズとマロリーが対立してしまうっていう構図が出てくるとこはまた面白いって今回でも一つ挙げておきたいと思います。でもシリーズもの途中だからとは言わずに、これはぜひ読んでほしいです。まあぜひもう本音を言ってしまえば、氷の天使から全部ずっと読んで、全く損のないシリーズだと思います、じゃあ僕の3冊目です、はい、僕の3冊目は、日本に初めて紹介されたのは1984年ですか。ああ、もうそんなに34年うん、だって、新作がまた出たんだよね。そうだよ、大学生だったもん。そうそう、だって文春文庫でミステリー出し始めた初期の頃から、そうそう、ね、作品ですよね、トマス・ペリー、アベル VS ホイト、なんとびっくりしたね、まさかまた翻訳が出るとは夢にも思わなかったで、でこれちょっと手をつけるのがちょっと遅れちゃったんですけど、トマス・ペリーってね、面白いんですけど、はい、ちょっと、ね、ピンボケかなと思う時が若干あるんですよ。これ大丈夫かなって思って、なんかそのちょっと分かんなかったんで、少し置いといたんですけど、はい、読んだら、むちゃむちゃ面白かった。あ、そうです、はい、よかったなと思って、あ、これね、表紙のこの、A でがね、2組の男女が立ってて、はいはい、両方とも銃を構えてるっていう風になってるんで、もうこれ端的に見合わされてるんですけど、アベル夫妻っていうのは元警官の探偵なんですね、はい、で、ホイト夫妻っていうのは元軍人の殺し屋なんです、はい、分かりやすい、そうそうそう、でそのこれ多分ライフル持ってる子がホイトだと思うんですけど、この夫妻が、両夫妻が銃を撃ち合って戦いますよって話なんですよね、
分かりやすい話でそのね話だとなんかアクションなのかなと思って、うん、ちょっとね少しそれも敬遠する情報元だったんですけど、冒頭読んでね面白かったんですけど、冒頭はね暗闇の中男は流されていたという文章が始まるんですよ。でコンクリートの水路の中を時には水面に浮かび上がり時には押し流されているって、うん、何これと思ったら、これがね殺人の犠牲者なんですね。ああそうなんですね。頭を撃たれて、うん下水に流されて、うん、で大水でわーって流されてですね、あのゴミとかのほら網があるじゃないですか、はい、ああいう排水管のところに引っかかってるとこ発見されたんですね、うん、あなんで、まあ、死体発見されたんですけど、何しろ水の中にいた時間が長すぎて、うん、鑑識が何も見つけられないんですよね。ああなるほど。で唯一身元は分かったんだけど、その身元も分かり、その施行された時期も分かったんですけど、うん、そのままね事件が迷宮に近いようになっちゃって、うん、1年間経過しちゃったんですね。おで1年経過して、しかも最初に捜査に当たってたあの捜査官が事故死してしまったりしてですね、うん、もうこのままだと警官に任せておいても拉致が開かないからっていうことで、うん、その彼が雇われていた、会社がお金を出して捜査をしてほしいってところで、どんな人がいいですかっていうことで探されたのがアベル夫妻ですね。ベテランの探偵コンビなんですよ。なるほどね。でそのアベル夫妻が、じゃあこの事件を捜査にあたって、じゃあ新聞広告で検証でね情報提供者にお金出しましょうって言うわけです、うんうん、そうするとですね、彼らがその事件現場をじゃあまずどこが殺人現場か分かんないから、ね、探してるわけです、まあ、下水がこう流れていくんだから多分その下水に落とし込めるところが限られてるから、そこだろうって探しに行くと、いきなり後ろからですねその車がウィンフロントガラスがぶち抜かれて命を狙われるんです。あというところから始まる。もう命を狙うと誰か言ってもいいと思うんですけど、これはホイト夫妻、奥さんって言いますか妻のニコールホイトの方がね、うん、ものすごい狙撃の名手なんですよ。あで戦う。なるほど。これだけ で話はほぼ言い尽くされているように見えるんですが、でこの後ろのですね内容紹介もそこまでしか書いてないんですが、うん、ところがこの話が面白いのは、実はこの対立構造がですね読者に納得された後なんですよね。ここまではねアクション小説の展開なんですけど、はい、この後ですね、まあ、大変そのトマス・ペリーらしいクセモノのプロットになっていくわけです。で、まあまあこれ以上はその内容の紹介としては言うべきじゃないので言わないんですけれども、うん、まずですね、タイトルを見ていただきたいんですが、原作は現代タイトルはですねアベル vs ホイトではありません。フォーティー・ティーブス。そうだね、40人の盗賊たちですよね。アリババアリババでしょこれ、うん、これ何って思いますよね、うん、これね何か分かるのはかなり後の方なんですよ。この意味が分かった時になるほどねって思ったんですけど、そこにたどり着くまでの、うん話は、とそこの結びつきが、合流する地点の書き方がですね、まあ、まあ逃げる殺し屋の作者らしいですね、無造作な書き方でですね、うん、あこんなことになるのかってびっくりする。なるほどね。あれまあまあまあ、アラビアナイトと言いますかおとぎ話ですけど、うん、おとぎ話めいた無造作さと言いますかね、現実からひょっと浮き上がるような感じの、うんまあ、もちろん現実感ある話なんですけど結びつき方があると。もう一つはですね、両方ともねこのアベル夫妻もホイト夫妻も、まあ、正義の味方と明らかなんですけど、うん、両方ともねかなりキャラクターとしていいキャラクターなんですよ、はい、つまり肩入れしたくなっちゃうんですね。読者が読んでると、そうするとね単にこう決着をつけて終わりなのかどうなのかって思って多いじゃないですか、うんうんうん、そうすると、善悪両方のチームがある理由によりですね同じような、問題を抱えることになるんです、うんうん、これまで言い方が微妙な感じなんですけど、それによって善か悪かという対立項を、また別のですね、うん、ある評価軸ができてきてですね、うんうん、それによってプロットがググッと何なんですか90度ぐらいねじ曲がってくるんですよね。なるほど、ね、これが非常にトマス・ペリーらしい既存プロットをひねるやり方をよく知ってる書き方で、うん、それによって、読者はより深くこの両キャラクターにのめり込んでいって話を面白く読めるというですね、まあ、スリラーとしては大変によくできておりまして、でかつそのもちろんその
夫婦ものなので、はい、夫婦のその会話ですとかそういう洒落た感じも十分ある、なんて言うんでしょうね、キャラクターの対比もうまいです。ホイト夫妻はもう結婚して30年以上経ってる、はい、まあまあ孫がいようかという年代ですよ。そうなん、50代ぐらいだと思うんですけど、で、対するニコール・デイドの、ホイトじゃない、アベル夫妻がベテランで、ホイト夫妻、殺人者の方はまだまだ若い、うん、ああ、そう、そう、年齢のあれがあるわけです、ね、なるほどね、ギャップもあって、年齢のギャップもあるんだけど、2人、両夫妻でね、同じことが共通して起きるんですけど、うん、そこの書き方を読むとね、なんていうんですかね、同じようなことに巻き込まれた時の夫妻の対応の仕方みたいのを見るとキャラクターの違いが浮き上がって見えるみたいなね、うん、そういうキャラクターものの基本を抑えたような書き方をしてあってですね、うん、大変に何も考えず楽しく読める、スリラーでした。まあこれを機に、まあ200の作品いっぱいありますから、ね、まあこのシリーズは、まあ、シリーズになってるか分かんないですけど、これがまあ単発、これ最初の作品では単発らしいんですけど、はい、この中にそのトマス・ペティの未役作品の探偵役も出てきたりするんですよ、うん、あ、そうなんだ。冒頭でね、このアベル夫妻をその保険、会社に紹介する大学、うん、犯罪学の教授って出てくるんですけど、うん、こいつなんだろうと思って見てると、うん、そんな出てこないんですよ。あとかけ見たら、うん、他の作品で探偵役を務めてる人らしいんですよね。なるほどね、うん、だから未役のトマス・ペリーを、うんうん、読みたい気持ちにそれをさせてくれてですね、うんうん、トマス・ペリーまだ読んだことない方にはぜひ本作をおすすめして、はい、ほぼ全部絶版ですけど、他のものはそうですね、絶版の殺し屋の息子の二家なんかはもう出版社がもう小説出版やめちゃいましたけど、そういうふうな、過去作品も遡って、読んでいただきたいと思います。はい、はい、おすすめです。はい、では最後ですか。はい、最後そうですね、その三十数年前に逃げる殺し屋を出して、先日な逃げる殺し屋を出した版元文藝春秋でしたけども、そこの文藝春秋から、今月出ました最後、セバスチャン・フィセック乗客ナンバー23の小説、これ奥付けで明日発売なんですね。うん、そうですね、そうそうそう、でもまあ店頭にはもう並んでるみたいですね、うん、うん、そうです。はい、セバスチャン・フィセックが出るとね、この情報かな、ちょっと前に翻訳者の坂井真一さんから実は今セバスチャン・フィセックを訳しててねっていう話をお聞きしたことがあって、どっから出るんですかっていう時にはまだ版元も何の作品かも教えていただかなかったんですけども、よもや文藝春秋から出るとは思いませんでした。驚きました。はい、前にですねフィセックが出たのが、最後に出たのが早川のポケットミステリーかアイコレクター、これがもう6年前だからもうそんな前ですか。かなり経ちましたね。それまでにそもそも一番最初に出たのが治療棟というですね、はい、作品で、これがラジオキラー前世療法、はい、サイコブレーカーと、デビュー作から連続4冊でね、立て続けに柏書房とか出てます、うん、はい、この柏書房というのは同じく文春からですね出て話題になったピエール・ルメートル、はい、花婿に何とかドレスをですね、はい、死のドレスを出していた版元でもあり、もうここに目をつけたのか同じ編集者、うん、だなと、うん、思いながらですね、うん、大変嬉しく読みますと、うん、で今回はですねセバスチャン・フィセック、船物です。船物、うん、しかも3000人が乗れる超豪華客船、うん、クルーズ客船、はい、大西洋横断客船の中での、事件、密閉空間のサスペンス小説です。で、ね、これがこれ内容紹介難しいですか。難しいんだよこれ、難しいんですけども、とりあえず、最初にですねプロローグがまたあって、このプロローグがまたクセモノなんですけども、いきなり人の血液成分ってね、血液成分の話から始まるんですね。なんじゃと思っていると、ドクターを名乗っているが博士号を取得しているわけではないっていう人間がですね、この人がですね、医療用ベッドに拘束具でですね、黒人のアスリート24歳の選手をですね拘束していて、それに麻酔薬を、注入してですね、何か手術を施術しようとしている、うんうん、
とんでもないことをしようとしているというところでシーンで幕を開けるんですね。でそのこれがまた皮肉な言い方なんだけども、このドクターの一の三人衆なんだけど、このドクターはですね、この依頼人って言い方をするんですね、うん、別に選ばれし者とか患者とか言わないで依頼人とか言ってっていう言い方をするんですけど、でしかもこのなぜかっていうと、この手術する相手が本当に病気であることは極めて前だからそうです。何するんだろうと思っていくとですね、この麻酔でうまくろれつが回らない中ですね、この黒人アスリートはですね、俺は死にたくわとか言うやつだっけ、ね、でそうするとですね、もうちゃんと説明したかったかなって言って、ね、もちろん辛い思いはするだろうって、しかしこれしかうまく死ぬ方法はないんだ、他に手はないとか言って、ね、で戦士がメソメソ泣き出すとね、ここでやめても構わないんだよとか言いながらですね、で写真を見せたろと、ビデオも見せたろと、コルク抜きと亡くなった片目、あんな目に遭いたいのかみたいなことを言い出してですね、えっって、その手術室のシーンでもう猿ぐつわをかまされているようにですね、埋めてるっていうシーンがあって、でそこでいきなり断ち切られてですね、で45分経ったって書いてあるんですね、次のように。で手術が終わったって何してんのかって見てると、あどうもこのデッキの歩いていくか、ここが船の中だってことが分かる、うん、そこがやっと分かるんですよ、ね、あこれ船の中だったのかって、湿気の話がうんぬんして、うん、でブラブラ歩いてるんだけども、えっと思うのですね、右手持ってるのが切断したね、右足持ってるんなんだこいつはと思ってると、この人はですねそのままデッキを歩いていってですね、海の中にねこの右足を投げ捨てるんですよこいつ一体何者なんだって、何ちゅう始めるんですか、マッドサイエンティストがそれでも人殺しがいてっていうふうに思ってくるとですね、突然そこで何してるのっつって言われて、ドキッとして振り返るとそこに少女がいる、うんうん、まあドクターはもう驚いたかもしれないけど読者も驚くんですよこれで少女に対して何してるのって言うと、お名前を聞くと、アヌーク、うん、お名前、名前を言うだってね、名乗って、で何してるのって、お父さんはって言うと、お父さん死んじゃったって、お母さんはって言うと、お母さんはいつも夜遅く帰ってくる、うん、いつもね、よくカジノにいるんだって、それはちょうどいいとか言ってね、じゃあ、おじさんがね、連れて帰ってあげようって言って、近道を知っているからって言って、そのままね、女の子の手を引いて消えていくっていうところがプロローグで、それがわずか大体4ページの、4、5ページなんですね、何起こるんだろうなと思っていると、いきなりそこからもう舞台は全然、海の上からベルリンへと飛んで、そこで、このおとり捜査官の、主人公、本編の主人公のマルティンというですね、ベルリン市警のおとり捜査官がですね、今まさに、おとりとして、ジャンキーのところにですね乗り込もうとしているというシーンが描写されるわけです。で彼はですね、なんていうかもう捨て身というかですね、もうある理由によってもう人生にもう絶望しているためにですね、もうとことん何ふり構わないわけですね。で自分の体を痛めつけることとか全く気にしてないし、傷を負うこともですね気にしてないような人なんで、今回もですね、なんとおとり捜査官で中に入るためにですね、自分が化ける人間がですね、いきなり転んでね歯を折ってしまったっていう情報がね、突入寸前に分かったと知りはですね、自分で自分の歯を叩き折るんですなんだこいつはってむちゃくちゃなやつだなと思ってて、その彼が無事という言い方も変だけども、まあ捜査を終えてですね、歯の治療をしているところに電話がかかってくる。で携帯に出るとですね、あなたの奥さんの死の真相について私は知ってるから、で今私はこの海のスルタン号豪華客船に乗っている、でハンブルクからサウザンプトンに向かう途中なんで、できるだけ早く乗るようにって一方的に言ってくるんです。なんだこれはと思って、で彼はですね、でも乗るわけですよ。なぜならですね、彼と妻との息子が今から5年前にその海のスルタン号という客船で、まあ、ある目的というか、まあ、バカンスのために乗った時にですね、出航してわずか数日後にですね、妻がバルコニーからですね手すりを乗り越えて海に落ちダイブしちゃうんです。
でしかもですね、その自分がダイブする前にクロロホルムで息子の意識をですね失わせて、それを海に投げ込んでからですね自分はダイブしたんだっていうふうにですね、そういうふうに言われて、で、まあ、当時彼も乗ってはいたわけですけども、彼の見ていなかった時にそういう事故が起きてしまって、いっぺんに妻と息子を失ってしまった、その因縁の船からですね、そこにホテルのスイートルームによくずっと暮らしている大富豪の金持ちって言いますね、まあ、同じでその豪華客船のスイートルームに暮らしているおばあさんからの電話で呼び出しをされて、その死の真相を知りたい、実はあれは自殺でなかった証拠を私は持っていると言われてですね、行くわけですね、というところから幕を開けるんですが、まあなんというか紹介がしにくいですね。そうですよね。もうそもそもね、このまあ袖っていうかカバーのですね、この折ったところにで内容紹介で書いてあってですね、まあこれを、まあ、目を通してもらっても全く問題はないですし、あと目を通さないで何も知らないままにですね、このマルティン同様ですね、五里夢中の状態で乗り込んでいって、まさに彼と同じく体験していただくのも大変ドキドキして面白いと思いますんで、じゃあちょっとまああえて僕はここは何も言わないようにします。ただこの船の中ではですね、とんでもなくやばいことが行われています。しかもですね、この やばいことっていうのはですね、いくつも行っているいくつも、なんで起こるのっていうと、ただまあ言われてみると、あ、そうかと思ったのは、これは一つの小さな町に匹敵する。そうですね、何千人も暮らしてるわけだよね。3000人もいるんだと、うん、でしかもこの何日もですね、その洋上の中を一つの閉鎖された中で、いろんな身分の者がいて、別にもう大富豪に、まあ、当然豪華クルーズ客船ですから、ものすごくお金に余裕があってクルーズを楽しんで特等席客船客室を取るような人もいますが、その一方でこの船を動かしている人たちがいるわけです、ね、当然いるという、うん、当然いる。デッキの水平線よりも下にいる、デッキの下にいる乗組員たち、例えばボイラー室で働いている、洗濯をしている人たち、まあ、客室係とか目に触れるような人たちっていうのはまだ乗員の中でもクラスが上の方で、それよりも仮想の文字通りですね、仮想のところで寝起きしている人たちっていっぱいいるわけです。となるとですね、まあ正直誰がいるか分かんない、犯罪者が身元を偽って、ね、乗り込んでたって、ね、分からないわけです。分かんないですよ、分かんない。にもかかわらずここにはないものがある、警察だって、うん、っていうのが最初に書かれているんですね。鉄道総安官みたいな制度がないので、うん、この3000人が、ね、ひしめいている中にはですね、捜査をする人ってはいないわけですよ。そう、違う方向なんでしょ。違う方向、一種の。しかも、なんていうか、寄港地の法律か何かが適用されていくから、非常に複雑になるんですね、そこで事件が起こった時に。一体どこの管轄にあるのかっていう話にもなってくるし、その中でですね、あんなことはもうとんでもないことが次々に起きていてですね、そこはもうセバスチャン・フィセックという作家の、まあ、面目やふりをたるところがあるわけですが、もともともうサイコスリラーの、というレッテルを貼られた、まあ、治療棟という作品でデビューして、読者をですね欺く騙す、裏を書くことにかけてはえげつないぐらいいろんなことをやってきて、うわーっと、思わされてきた作者なんですけども、今回この最古の局面が外れてるというところが一つポイントですね。最古キラーに見えるんですけど、非常に論理的と言いますか、そう現実的ななんですよね。しかもこのなんかもともとほら船豪華客船の中でも殺人連続殺人事件とかね、そういうのって本格ミステリーとか黄金時代の小説とかからも非常に相性がいいわけですけども、今度もですね、もういろんなことがですね立て続けに起こってく、偶然もあれば不慮の事故もあればですね、もうそんな中でですね、このマルティンという主人公は一体最初は自分の妻と子供の死の真相を探りに来たはずなんだけども、どん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 違うことに巻き込まれていってしまってですね、でそしてふと気づくとですね、読者最初に冒頭に出てたドクターって誰だったんだとかね、あの女の子一体どうなってしまったんだろうっていうふうに思ってくるわけです。まあ一つ言ってもいいのはですね、この彼女が
このマルティンの妻と子供以外にですね、実はもう一人8週間前からですね、この船では行方不明になっている女の子がいるってことは途中分かるわけですね、うん、で外部のこのマルティンの協力者からのとなんですね、メールのやり電話のやり取りによって分かるわけですが、どうもしかもその女の子はですね、いまだ行方不明らしいと。オーストラリア航路で消えたまま、じゃあなんで女の子が行方不明になったのにクルーズが続行されてるんだ、そんなこと全然公表されてないぞ、何を隠したがってね、この船にはどんな陰謀が渦巻いてるんだっていうふうになってくるわけですが、これもね多分誰も想像しないところに落ち着いていくそれは分からん、予想もつかないっていうところへ行くとこが素晴らしい。いやーこれね、コンビニ事件解決そう思ってから本番って書いてあるんですが、確かにおこれでと思ったところか、またどん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 話が変な方でおじまいって変な方がありますよね。でね、ああ最終的にそうだったのかと思ってですね、一息つくとですね、まだあるんだよねこれでもかこれでもかこれでもかっていやーもうネタ終わらないように喋るのは大変難しいです、ね、難しいんですが、ただしね、ちゃんとねうまいところにギリギリのところで伏線を張ったりですね、レッドヘディングとかをばらまき方が大変巧妙なんで、昔サイコブレーカーっていう作品が出た時にはですね、中に付箋紙が貼ったんですよ、あれこれポストイットが貼ったってさ、そこになんか謎の暗号が書いてあってなんだこれはって思ったんですけども、まあ手を返しなおかいろんなところで読者を楽しませてくれる。しかもさ、なんか嫌だな、こういうなんか残酷な話みたいな風に思っていくとですね、いや実はこのセバスチャン・フィセックって結構ヒューマニストなんじゃないかなと思えてくるっていう、まあ話でもありましてですね、私大変セバスチャン・フィセックファンとして今月一番楽しめた本でした。はい、これは僕も先週読んで、早速ウェブ本の出しに行こうかなと思ったんですけど、僕つけ見たら来週出るこれって。ああそうだそうなんですよ、これね原稿書いたんですけど1週間寝かしてあってですね、ああなるほどね、明日投稿しようと思ってるんですけど、はい、いやいや読んでこれどうやってネタを割らずに書評書いたらいいのかなって思ったぐらい、まあまあちゃんと書くのが難しい、難しいですよね、はい、ドイツミステリーで、まあドイツミステリーがブームになるよりも前に出た地方島なんですけれども、そのブームになる前に出た書き手が最もなんかいわゆるドイツミステリーっぽくない書き手だってところがまた面白いですね、はい、そうですよね。あ、一つこれファンサービスあるよ、はい、ラジオキラーの主要登場人物が今回、はい、いい役前寿司で出てきて、うん、しかもその後の話っていうのはちょっとあ、そことそこがつながるのかっていうところもあるんで、うん、過去作読んだ人は、まあ、そこでも楽しめます。そうですね、ボーナストラックみたいなもん、ね、そうですそうです、うんね、なんか役者の坂井真一さんによるとですね、このクラスのですね面白い小説がまだ未読で置いてあるっていうんで、もうぜひここはですね文藝春秋に頑張ってもらって、はい、というかですね皆さんこの本を買ってどんどん応援してフィセックをね、再びまた翻訳がどんどん出るようにしてなってもらうといいなと思います。そうですね、フィセックを中心にまあ、まあドイツ規制でねやってやるとその重苦しいですとか、そういうやっぱイメージがあると思う、堅苦しいとかね、真面目とかね、真面目とか、あといっぱいめっちり書くとかね、うん、登場人物いっぱい出てくるし、うん、でもそのイメージとかね全然ないでしょ、ないね、これ、まあ、イギリスとかね、アメリカのサッカー界だなと言われたら、うん、そうかもねって思うようなところありますよね、うん、いいですよ、本当に軽くも書けるんですよ、フィセックは、うん、そうそう、この現代もね、パッセンジャー23ってこの乗客ナンバー23って何なんだろうっていうんで、うん、最後の本になると分かるという、まあ、これもまた結構後の本になって分かるんですが、うん、まあそれに引っ掛けたまあ、まあこの放題もなかなか秀逸ですし、担当編集者がね、あれトマス・ピンチョン最近読んでるんですよ、あだからね競馬ナンバー49の叫びから取ったんだと思いますけど、うん、絶対そうだよね、そう絶対そういうふうに思うと思うんだけど、まあ内容はあんま関係ないんですけどね、うん、いやいやでもこれはまあ本当何も知らずに読むのが一番幸せな見方だと思うので、そうそうそう、びっくりしたびっくりしました、今年一番びっくりした本です、もう今のところびっくりしましたね、うん、しかもびっくりし方が他の小説と全然違う驚き方だったんで、何ですかこの展開はあとお前はそういうやつなのかみたいな、そうそう、お前そういうやつなのか多いよねこれ、そう出てくるやつが大体みんな途中でえって思うんですよ ね
うん、まあ、あとね、あの言葉は出してそこで幕切れにしたって、うん、その言った言葉が後で思いがけない意味で使われてるとか、そうそう、ミステリーの技巧がねいっぱい詰まってて、うん、本当にあのお手本のような、あのびっくりサプライズさせるお手本がいっぱい詰まっていて、そうですね、はい、あの、あんまりその、海外もの読んだことがない方でも楽しめるんじゃないかと思いました。これむしろ楽しめるんです、うん、昔サイコブレーカー出た時に私確かなんかね書評で、あの新本格とか好きな人は絶対読んだ方がいいよっていうことを書いたことがありますけども、本当にね相通じるものがあるというか、うん、多分かなり高レベルな面白さ、そうですね、あの日本の新本格以降の、作家が好きな方は、まあ、騙されたと思って一読して、絶対損はない作品、そして絶対騙される、騙されるまあ、せっけん騙されるせっくり騙される、うん、まあまあ心地よく騙されてもらえるかなと思います、ね、まあ、ちょっと最後までちゃんと全部、はい、途中で投げ出す、まあ、なんかひどいことが起きるとか思って、あ、そうそうそう、やめないで、ああ痛い痛いとか思わないで、ひどいことが起きてると思うと思うんですけど、うん、まあまあそれはちょっと我慢して読んでくださればじゃないかと思います。映画の層とか好きな人もね絶対これ、ああそうですね、うん、ああいうものが好きな人も絶対楽しめる、うんうん、まあ、まあ、今年の注目作、注目作ですね、これね、はい、というわけで、はい、3冊ずつ紹介が終わりました。ですね、今日これ収録してるのは3月29日なんですけど、29日ですよね、はい、このあと3月末31日までですね、はい、翻訳ミステリー大賞の読者賞のですね募集がまだ行われてます、あと2日あります、はい、31日のまでにこれを聞いた方はぜひ、ご自分の好きな2017年の一冊をですね、投票していただきたいなと、これは僕らがやってるんじゃなくて読者賞の、はい、方がやってるんですけど、まあまあ協力して、お好きな方に1票を投じていただければなと思います。あと何かありましたっけ、翻訳ミステリー大賞シンジケート のコンベンションが、はい、4月の14日です、はい、また同じ土曜日なんですけど、今年からですね、ちょっと中のプログラムの順番が入れ替わりまして、はい、今まで、最初、七福神の座談会、があった後に、開票したと思うんですけど、今回からね、最後の最後に投票するということになりましたので、そう最後に開票して、そうです、はい、これが受賞作です、それでフィナーレ終わり。なので途中帰って後半いいやと思っている方は注意していただきたいんですけど、最後までいないと結果は分かんないので、はい、それをぜひ忘れないでいただきたいのと、あとゲストで、はい、金原みつさんがですねいらっしゃいまして、まあ、いろんなその小説の話をしていただけると思いますので、金原さんの、お話が中盤にあって、その後後半から開放式が始まります、はい、ということだけちょっと覚えていただきたいと思います。で申し込みはネット上でやってますけれども、当日参加も可能だとまだ思いますので、はい、で当日参加できないぐらいも集まっちゃったら告知はちゃんとしますので、ぜひ当日ポカッと日が空いちゃった人もね、はい、蒲田、産業なんとか企業、はい、にお越しいただければなと思います。何か他ありましたか、その2つかな、大丈夫ですか、はい、というわけでまた、3月の、まあ3月か、僕らが3月のこの日までに読んだ、作品のご紹介でした、はい、で最後にじゃあ、紹介順にそれぞれ、作品を、見ていきたいと思います。まず杉江の方はですね、1冊目マシュー・ディックス マイロス・レードにうってつけの秘密草原推理文庫、ドン・ウィンズロー、ダ・フォース・ハーパーブックス、そして、トマス・ペリー、アベル・バーサス・ホイト、早川文庫 NV でした。はい、川出です、マルク・パストル、悪女、草原推理文庫、キャロル・オコンネル、生贄の木、草原推理文庫で、最後がセバスチャン・フィテック、乗客ナンバー23の小説、文芸春秋です。はい、というわけで3月の、お役目でした、はい、また4月も、ここでお会いしたいと思います。はい、はい、また、来月、ありがとうございました、ありがとうございました。